どうもこんにちは。はい、いつもはですね、一人でこうマニアックなことをお伝えしているのがしのずチャンネルなんですけども、今日はですね、強力なゲストをお呼びしました。ギタリストの佐橋義行さんです。どうもどうも。どうもどうもどうも。元気してる？すいません。いろいろ大変ですけど。元気ですよ。まあ、はい、ね、一緒に回らだったコンサートツアーなんかもキャンセルになっちゃったりとか。そうですね。まあ、音楽業界全体みんな苦労してますけれども、うん、こうやって人にこんなに会わなくなったってこともないんで、いつも忙しくしてたんですけど、うん、お仕事ね、僕に限らずですけど、はい、なくなっちゃったんで、いろいろとね、なんか普段やらないようなことをね、はいはい、初めて。まあ一番は、うん、ちょっと機材のこととかね、弦のこととかね。あ、なんか噂聞いてますよ。聞いてるでしょ。ちらっと。そうなのよ。もうね、あんまりこうそれこそ、ピックでも何でも、はい、一度こういいなと思ったものはずっと変えずに来てるタイプだった。そうですね。機材も僕あんまり変えてるイメージないですね。ないでしょ。ところがですね、このコロナ禍において、はい、アコギ系の弦をですね、はい、長らく使ってたものからチェンジしたんですよ。まあ、今まで使ってた弦って何ですか？マーチンなんですよ。マーチンですよね。で、そうだ、ピックもそうなんだけど弦もそうでね、うん、なんかどこででも手に入るようなものでいいものを打って、やっぱり安定感があって、それで、まあ、旅先でもどこでも確実に手に入るような弦がいいなぁなんて思って、うんうん、まあ鉄弦、フォークギター、はい、アコギ系の、弦はマーチンで、マーチン、うん、ずっとやってきたんですけど、はいはい、大滝詠一さんのトリビュート番組っていうのの収録っていうお仕事があって、はいはい、ちょうど今年がですね、ロングバケーション40周年だっていうんで、まあ再発版が出たりしていろいろ盛り上がってるわけですが、その一環だと思うんですけど、NHK のそう番組、はい、大滝さんをトリビュートするような番組があって、はいはい、その収録に、呼んでいただいたんですよ、うんうん、でどういうことになってるかというと、僕が参加した曲は、マルチテープの中から大滝さんの歌を抜き出して、で、ほうほうほう、音楽監督の井上彰さんがそれを、はい、プロトゥールズなりなんなりで、うん、クリックを使ってそこに貼ってって、なんでそういうことしなきゃいけなかったかっていうと、大滝詠一さんはレコーディングでクリックは一切使わない使ってなかったですね。そうだから、それに歌を、合うように貼り付けて、うん、それを聞きながら、うんうんうん、当時の大滝詠一さん のレコーディングに参加した、まあ、僕らの大先輩たち全部集めて、でテレビ局のスタジオだと狭いんで密になっちゃうからっていうんで、コンサートホール借りてそこにセットアップして、二十何人総勢もう全員でそれに合わせて演奏するっていう面白いお仕事を。一発撮りというか。そうですそうです。リズムは一発撮りですか？全員で一発撮り。あ、全員一発撮り。 それは大滝さんレコーディングの時もそうなんで、あ、うん、でそういう形でやろうっていうことで、で、まあ、僕はお亡くなりになる前、まあ、そういう意味では一番最後に呼ばれた若手っていうか、多分僕より若いミュージシャンは大滝さん結局一緒にお仕事されなかったと思うんですけど、90年代の終わりに呼んでいただいたことがあったんで、で昭さんがやっぱり当時と同じ、ね、大滝さんに関わりのあるミュージシャンだけでやろうと、でまあ行ったんですよ。でも僕が呼んでいただいた時はエレキギターだったんだけど、今回はアコギだって言われて、はい、でアコギ持って行ったら、行ったわけですね。そうです。で、まあ、ご存知の通り、大抵レコーディングの時にアコギとかパーカッションとか3人も4人もいっぺんに同じことして同時に撮ったりするってやり方を大滝さんされてたんで、その日は、吉川中英さん、はいはい、もう巨匠、アコースティックギター界の巨匠、中英さんがリーダーで、2番目ギターが、ムーンライダースの、白井亮明さん、はい、で3番目のアコギが僕なんで、楽屋で中英さんと亮明さんといろんな話をしてた中で、中英さんが「佐橋君ってさ、今弦何使ってるの？」って言うんですよ。でそれで「いやいや、もうずっとマーチン残り」って、その前にはだいぶ昔に DR っていうメーカーがあるんですけど、それが日本の輸入元が決まった時にやっぱり中英さんがご連絡して、僕今 DR の演奏をしてるから、佐橋君よかったら使ってみない？って紹介してくださったりして、いや実はね、と、DR の時も
まあ、サシ君に紹介したけど、はい、今サバレスっていうさ、ゲサバレス、そうサバレスっていう弦のメーカー知ってるって言うから、僕実はガット弦で有名なメーカーなんですですよね、うん、だからガットギターに貼ってたことはあるんです、うんうんうん、あるあ、うん、それガット弦じゃないんですか、うん、会社じゃないんですかって言ったら、いやそれがそこの今出てるあのフォーク弦、フォークギター用の弦が素晴らしいんだよって、でちょっと輸入元紹介するから試しに使ってみてあげてくれないって言われて、で、まあ、ホームページ家帰ってすぐ見たら、そのサバレスの、愛用者みたいな人が、はい、もうそれこそ中英さんだったり、あとジャズギター界の、ね、巨匠渡辺克美さんだったり、なんか、ね、すごい人がボーッと、え、知らなかったの俺だけみたいな感じで、じゃあと思って中英さんに紹介していただいたサバレスの担当の方に電話したい、してとりあえず見本を送らせてくださいって思って、うん、それでまあコロナ禍であのリモートのお仕事もレコーディングも増えちゃったんで、あの家に結構楽器があったんで、ちょうどそこにあるそのレフニック、はいはい、それに貼ってみたのよ、はい、そしたら素晴らしくて、お でその何種類かあったんで、貼っちゃまた買い貼っちゃま、うん、でこれがね弦がね長持ち、コーティング弦ではないんだけど長持ちするの、コーティング弦じゃないのに、ないんですよ。でなんか、おこれはいいやと思って、ちゅえさんありがとうございますって言って、このコロナ禍で、長年使ってたマーチンからなんとサバレスに、なるほど、サバレスこれこれこれ、このデニムのジーパンの柄で、そうなんですよ、あのこうホスハブロンズと普通のブロンズとあって、こっちはブロンズ、ブロンズですね、こうなんかよ、なんかね、サウンドの違いというより触り心地はこっちが好きだった、うん、フォスファーブロンズ、そうこっちも両方もちろん試して、うん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 、でしばらくその家であのリモートのレコーディングをやるときとかに録音してみたり、あのそういう配信ライブの現場でちょっと使ってみたりしながら、結果今このデニムの方、どんな違いがありましたこれ、あのね、フォスファーブロンズ、まずは触り心地が全然違います、こっちの方がちょっとザラッとザラッとしてる感じがあってでただ確かそのあのメーカーの方はホスファーの方がちょっとレンジが広く感じ、うん、上が2度見てるから、うんうん、キラッとする感じが、うん、あのすると思いますって言ったんだけど、もともとこの僕の持ってる楽器割と明るい音のする楽器が多いので、ちょっとねキラキラしすぎちゃったかなと思って、それでこっちにブロンズの方、はい、を選んだ、これレギュラーゲージですよね、そうなんですけど、しのちゃん見て見て、はいはい、そのゲージ変わってるのよ、1253ですね、うん、だからちょっとゲージのなんかあのもうマーチンとか一般的な他の弦のメーカーともちょっと違うあの、はい、組み合わせになっていて、でね何がいいってバランスが良くて、各弦の音のバランスですか、そうなのそうなの、あ、まあ、ちょっと今、はい、この、まあ、結果レコーディングで主に使っている J50、はいはい、ギブソン J50 にもこれ貼ってみた、これ今サバレスが貼ってあるんですね、そうです、サバレスが貼ってある、で例えばあの、まあ、普通のジンの子なんか弾いたりすると、録音なんかだとやっぱ、普通の弦だとちょっと下がやっぱ重くなるので、だいたいこうローあたりを少しカットするローカットしますね、するじゃないですか、はい、ですよね、それがあまり必要ないっていうか、出すぎてないってことですかね、そうだからなんか一本ずつ弾いてってもなんか音量差がね、はいはい、あんまりないのね、だから非常にこう扱いやすいというか、やっぱりあの、長年の修正でやっぱり下が重くなるって分かってるから、下の方の弦弾くときは少し優しく、うん、上になったら少し強くみたいな感じで、やっぱりなんか修正って面白いもんで、そう聞いてる音で、あ下が重いなと思ったら少しあの下にたまらないような弾き方をするんですけど、自然とするしなくてもね、なんかね、これはしなくても大丈夫、うん、弦ね、まあ試し、ね、まあまあ、あの正確にはあの、まあ、僕 GA52 本持ってて、こっちはセラミックだし、うん、よく見るとブリッジの形状も、ね、ああ違いますね、はい、違うんですけど、で試しこの古くから持ってる方の GA50 は今、うん、マーチンはね、マーチン弦が貼ってあるのままなのね、で今日久しぶりに弾き比べてみたんだけど、うん、はい、なんかやっぱりねバランスが前に出てくるっていうか、なんだろうな、その違いにはちょっと驚いて、あ、なるほど、これは当分この弦のお世話になりそうだなと思って、サバレスとマーチン弾き比べてもらいますんで、はい、ちょっと見てもらいましょう、うん、どうぞ、
ね、違うでしょ。違いますね。あの、まあ、楽器が違うというのもあるんだけど、あのこれよく、まあ、こっちをもともと持っててこっちも手に入れてということで、はい、藤井宮君のトゥルーラブはこの2本でできてるんですけど、ちょっと流さないでください。いや、フミヤさんの、うん、そうトゥルーラブ、そうそう、あれの、あのだからこの2本で弾いてるんですか。そうそう、だからじゃあちょっとやって、うん、あのやっての5の2本でやってるんですけど、ちょっとやばいギターですよこれ。そうそう、それでこの当時2本目を手に入れてんで、でこれあの曲録音するときに同時にあのギター2本でやりたいなと思ったんで、僕が作ったデモテープをあの山源の相方の小倉弘和さん、奥ちゃんに、僕のデモテープ完コピしてもらって、でしかも奥ちゃん当時 J50 持ってなかったから、小倉さんがこれ いっぺんに弾いてもらったんですよ。いっぺんに、そう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 、それでやったぐらい、このサウンドがね、 J50 のサウンド僕は今でも大好きだし、あのやっぱりレコーディングなんか行ってもあのギブソン今日持ってきてますよねってやっぱり言われるんで有名なんですね。そう結構もうあの業界ではあの、まあ、トゥルーラブを弾いたギターですね。そう、まあ、他にもいっぱいいろんなあの曲で使ってるんですけど、ただそれに貼ってる弦を変える日が来るとは思わなかった。なるほど、うん、結構なね、大変化が。ちょっと僕今聞いてて僕なりの感想なんですけど、おーおー、どんな感じ、イメージ。なんかマーチンはロックな感じ、うん、なんかちょっと武骨な、露骨でロックな感じがして、サバレスはなんかこうすごい優等生というか、あ、そうね、きちんそう、ね、うん、きちっとしてるというか、ちょっとなんか不良と優等生みたいな、ね、で簡単に言うと、うん、何に驚いたかというと、やっぱりあのちょっとね暴れるんですよ。あ、そう、ね、マーチン、うん、暴れますね、まあ、だからそれをやっぱり長年あのでも愛用してきたのは、うん、それも良しっていうか、いいですよね、暴れん坊なところも、うん、いいと思う、ね、そうそう、うん、そうか、じゃあこのままこっちはマーチンを張り続けてこっちをやれば2種類選べて、暴れん坊と曲によって使い分ければいいの。そうだね、そういうこともできるね、うんうん、使い分けもできると思いますけど、うん、いや、サバレス、そうですね、すごいいいなと思います。あの、うんうん、あのテンション感ってどうなんですか。あのね、それがね少し楽なのよ。あ、柔らかいっていう、うん、そうそう、あとあの上の方行くと、うん、アコギってあの、まあ、ギターってなんでどんな楽器でもそうなんですけど、はい、よっぽどのヴィンテージで鳴りまくってたような楽器以外はやっぱり、うん、細くなんですよこうやって。あ、それがあんまりない。上の方が細くない、ならない。なるほど。高い方行ってもね。だからそこもちょっと気に入ってて、で、まあ、ちょうど7月7日にですね、コロナ禍の中で完全リモートで山源のニューアルバムっていうのを作って、要するに2人で、はい、あのオーディオファイルに聞きしながら一度も会わずにギター用のアルバムを作ったんですけど、まあ、その録音にはサバレスの弦間に合わなかったんですが、なんだろうな、まあ、頻繁に家でね録音したりするようになったんで、違うと録音してみれば違うもすごくよくわかるし、冒頭でお話しした通り、そういうようなねちょっと時間がないとできないような実験もいろいろねできたなと思うと、まあ、おうち時間を上手に使えてよかったっていう感じはありますけど、そう思えたのはよかったと思いますね。はい、これだゲージもいろいろあるということで。そうなんです、はい、ね、エクストラライトから、うん、カスタムライト、そうそうそう、ライトゲージ、うん、あとミディアム、ミディアムもあるんね、はい、であの自分の使ってるマーチンのそれまで使ってたやつに近いのを、はい、あのまず送ってもらったんです。でも、エキストラライトはちょっと細すぎちゃって、あ、そうですよね、うんうん、僕はこれにしたけど、多分もうちょっと太い弦張ったらまたサウンドが違うのかもしれないんで、まあそれはしばらくこれに慣れてからまた試してみようかなとは思ってるんですけど、はい、ちょっと開けてどうぞ、開けてどうぞ、どんな感じなのかなっていうのを、これね、フランスのメーカーでしたっけ。そうです、そうです、オフランスでございます。なんかこう開けるとね、こんななんかすごい投資番号みたいなのが入ってるんですよね。そうそう、一個一個、ね、なんかねそのメーカーの人からまず言われたのがじゃあとりあえずもうこれにもうすごい気に入ったから、うん、もう何ダースも送ってくださいって言ったら、あ、すいませんって言って、鮮度が落ちるんで。鮮度、あ、これね鮮度、弦の鮮度の話をされたんですよ。えって言ったら、
これで例えばしばらく貼らなくなって、たくさん送っちゃうと、最初に送らせていただいた時から例えば半年とか経っちゃうと、うんうんうん、弦の鮮度が落ちるからちょっとずつにさせてください。これね、そういう手作りなんだって。まあシリアル番号みたいなもんですね。そうです、そうなの。まあフランス語なんでちょっと読めないんですけど。そうなんですよ。まあなんか、はい、新しい出来たてのやつを使ってる、うん、そんなこと弦で言われたの初めて、うん、で色がなんかこれちょっと薄ブロンズにしちゃ薄くないですか。そうだね、言われてみるとそうだね。なんか薄い綺麗ですよね。そうそう、うん、ちょっと綺麗だなと思うんだけど、ほらこんなに色が違う。本当だね、同じブロンズでももうちょっとこうこんな違いもありますね。なんだろう、銅の色っぽいっていうかね、うん、マーチの方がね。そうですね、これなんかちょっと黄色っぽいっていうか、うん、ね、これもサウンドの違いに大きく関係してくるんじゃないですかね。そうだね、きっとそうだと思うんだけど、うん、ちょっとお値段高いんですだっけ、うん、いや売り値ちょっと調べたら、うん、1300円から1500円ぐらいの間、うん、ああそれってちょい高めだね。ちょい高めですよ ね、うん、マーチン多分700円ぐらい。そうだ、800円ぐらい。そういう意味ではそう、学生時代とかはもう原因セット買うのもそうですよ、ね、もうね、もう大変な出費だったんで、基本切れるまでは買えなかったよね。それであ一弦切れちゃったって言ったら楽器屋に一弦だけしか買いに行かなかったよね。そうです、そうです、もう基本ですよ。だからこれマーチンぐらいの値段まで下げてくれたらいいですね。もっと売れると思いますけどね。どうなんでしょう。そういや、そう思いますね。まあこれはちょっとね、あそうだ、フランスから取ってるから分かりませんけどね。そうそうそう、どういうふうになってるのか、どういう仕組みでこう日本に入っててるのか知りませんけど、ね、はい、まあそういうんで弦でね、はい、こんなにちょっと盛り上がっちゃったのも久しぶりですが、ついでにって言ったらなんですけど、ついでに行きましょう。ついでに、ついでにって言ったらなんですけど、はい、アコギのピックも変わったんですよ。ああ、うん、ね、自分単でしたっけ。そう、ちょっと失礼します。そうで弦を変えて、それからも、はい、ほどなくして、まあ、僕はこのジムダンロップのこの黒いやつ、はいはい、あ、はい、うん、いつもそれでした ね、ずっとこれ、うん、でもうこれに決めても何十年もこれなんですけど、ある日、まあ、随分前ですけど、うん、ジムダンロップがモデルチェンジしちゃってこれ少なくなっちゃったんですよ。あ、でこれなくなったら困るなっつって、それで、まあ、このピックとこのマーチの弦のね組み合わせでずっとやってきたから、うん、困るなと思ったんで、もうそれ以来外国に行くと楽器屋さん行って、在庫あるだけくれって言って買い占めて買いだめしておいたんですが、さすがに底突きかけてきて、まあ死ぬまで持つかな俺がなんて思ってたんですけど、ビッグの話をたまたまですね、同業 の、 ちょっとテレビの音楽番組の収録で、はい、楽屋でそんな話を、そこにはギタリストの石成正人君とか、佐々木孝之君って、みんなに小次郎って呼ばれてる、はい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 、若手のギタリストとかがいたんで、みんなでそんな話をしてたら、その小次郎君が、佐々木さん、日本の世界中のピックってほとんど岐阜で作られてるのご存知ですかって言って、はって言ったら、岐阜にもう創業60年近いなんとかっていう工場があって、はい、そこが世界のピックを作ってると。で、あるピックオタクの、まあ、大手事務所のマネージャーが、そこの工場まで行って、はい、それでこうせっかくこんな技術を持たれてる、はい、お持ちなんだったら、アーティストの方たちみんないろいろピックのことが、ね、ミュージシャンの方たち悩んでるから、そういうスペシャルなやつでブランド立ち上げましょうよって言ったら、その工場の会長が、はい、面白いな君はって言って、やってくれ、ちょっとやんなさいって言って、でマスター8っていう、マスター8、ね、はいはいはい、会社を立ち上げて、でそこを紹介してくれたんですよ、その小次郎君っていうの、はい、そしたら見つけちゃったの、これよりいいやつ、ジムダに変わる、そう、そのマスター8のね、このピックでまたこのピックとこの弦で聞く感じの相性が良くて、ちょっとその違いを、そうですね、ちょっとやってみようか、聞かせてもらってもいいですか、うん、ね、まあ今までのジムダンロップ、うん、こんな感じ、うんうん、マスター8、うん、まず音量が違うのと、でかいですね、アタックの音がよく出るでしょ、
パタパタって音これが。だからすごいパーカッシブなサウンドになるのと、今2種類ちょっと今選んだんだけど、例えば これが1ミリなんだけど、このジムダンロップも1ミリなのね、うん、でもこっちの方が硬く感じるの、なぜか。材質がすごいね、特殊な材質らしくて。材質違いですね、はい、でこの模様が描いてあるんだけど、はい、ここが実はなんか、ヤスリみたいな感じになってて、すってか滑り止めになってる感じになってる。そうで、実はジムダンロップもちょっとこういうギザギザがあって滑り止めになってるところが気に入ってたんで、それよりもねピック安定してこっちの方が。なんで、弦とともに最近アコギ用のピックも買いました。なるほど。そう、まあ、なんかただのプラスチックじゃなさそうですね、うん、なんとかってね特殊な材質なんだって。へえ、うん、そう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 、本当ですね、うん、これでね、これはねしのちゃんに朗報なんですけど、はい、山下達郎さん担当の、はい、僕と達郎さんはフェンダーの昔のピックが気に入ってて、あそこもモデルチェンジしちゃって、はい、そう困ってた時期あったじゃないですか、達郎さんと 3人でどうしようなんつって、はい、でまあ結局きっとオリジナルピックを作ってもらって、そこもねそれも多分岐阜で作られてるんだと思うんだけど、でそのマスター8が、昔のフェンダーのレプリカ作ってます。あ、やってくれてますね。そう、それで、今度完全に70年代の、要するにやっぱりね年代によってピック全然違うらしいんですよ。うん、違います。フェンダーでも、でその70年代のやつっていうのを、サーシさんちょっと試しに使ってくださいって言った。ただまだこのティアドロップ型ではなく、おにぎり型しかないんです。でそれを触ったんだけど、もうすごい、もう懐かしかった。あ、俺が初めて触ったフェンダーのピックそっくりって言って、で今僕と達郎さんのために見本を作ってもらってますんで、でき次第それはします。これありますか、滑り止めについてるんですか。つけてもできるって。あ、つけてもつけなくてもできる、できる、うん、これはもうこの技術はなんか新しい技術らしくて、何でもいけるんじゃないですか、ね、どっちがいいんでしょうね、試してもらって決めた方がいいの、うん、そうそう、達郎さんピックの減り早いもんね。そうですね、早いのだとこう回っちゃうって言ってるんで。あ、だから三角が好きなんだよね。でもこれがついてたら回らないのかなって今ちょっと思いましたけど。そう、うん、そうで、だからあとなんだろう、達郎さんがテレキャスターとフェンダーピックでやってた当時の組み合わせに近い形が再現できたらいいよね、うん、それは試してみる価値ありますね、うん、はい、そうなんです。そんなねことがあったりして、だからアコギのなんていうんですかね、環境、アコギ環境がちょっとね、はらり 激変してるんです今、うん、でもこれ1台ありますけども、もう80年代の終わりから使ってるガットヤリのね、ガットギター。このヤリのガットいい音しますよね。これはね、どういうことなんだろうって、どうしようと思って。そう、これはそれこそ山源のおうちゃんが愛用してて、これよくちょっと貸してとか言って、これ俺も欲しいなって言ってたら、今ちょうどもうなくなっちゃいましたけど、道玄坂のヤマハに2本あるの、この前見たよって奥ちゃんについてってもらって一緒に行って、で選んだやつなんだけど、後で聞いたら、まあ、ガットギターで、まあ、ジャズやフュージョンやってるアール・クルーっていうギタリストがいるんですけど、その人これなんだって。トライスラーで一回借りたことあるんですよ。そうだよね。貸してくださいって言って、そうだ。で、まあ、それともかくこれも弦がね、このね2年くらいの間に、ちょっと今までずっと使ってたものを、あ、ちょうどいいからその弦を持ってきてもらって感じよ。あ、ガット弦も、そうね、ガット弦も変えちゃった。ガット弦も変えたんですね。変えちゃったの。はいはい、何でしょう。はい。元々は、それ。そう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 。ここ、はい、同じ、これ、まあ、いろんな、それこそサバレスもそうですけど、いろんな試した。うん、楽器屋さんの勧めで、今はこれを貼ってたんですよ。貼ってた、有名ですよね。ね、有名なやつね。うん、みんな安定感もあるし。はい、で、ところがですね、確かに一昨年の達郎さんのツアー中だったと思うんですけど、はい、亡くなられましたけど、ジョアン・ジルベルトというブラジル音楽の巨匠がいまして、うん、その人のなんか作品集 DVD 付き、もう超詳しい解説ライナーの音付きみたいなボックスセットがあって、それをコーラスの
三谷さんが、あ、三谷さん、はい、が久しく見るこれって言って貸してくれたんですよ、はい、見るって買おうかどうか迷ったんですよなんつって言って、それで見てて、おー、やっぱすげえなジョアンはなんて思ってたら、で解説見ながらこう見てたらあれと思って、その伊藤五郎さんっていう非常にもうあとブラジル音楽の、巨匠がいるんです、はい、ギタリストの、その方の解説の中にジョアンの使ってる弦の、型番が文章の中に書いてあった。それがね、しのちゃんが持ってる。それ、そう、ブラックナイロン。ダダリオのブラックナイロン。そう。だから、まあこれも今貼ってあるのの弦の話も後でしますけど、ここ普通白いじゃないですか。上の三弦、こっちの巻き弦じゃないところは、うん、まあいわゆるだからナイロンのところですよね。はい、なんだけどそれが、ね、ブラックナイロンの弦を愛用してるって聞いたんで、でまずこれを貼ったの。そしたら本当にもうブラジルボサノバで弾き。で弾きた音がするわけですねみたいなのがもうすっごい気持ちよかったわけ。ところがこれに張り替えるやいいなや、はい、たまたまそれこそ山形の奥ちゃんと一緒になった時に、沢井さんちょっと1セット面白い弦見つけたから1セットあげるから試してみてって言ったのがこれ、はい、これ何これ奥ちゃんって言ったら知らない知らないよね。これはなんとガッガット用のコーティング弦なんだ。ガット用のコーティング弦。そうです。今これが必要なのがあ、そうか、そこが、うん、まあ、ね、ガットギターってそんなに一般には弦変えませんけど。変えませんけどね。もうこれにしたら当分一生とは言わないけど、ずっと相当も長持ちするよって言われて、でサウンドもいいと、うん。もうせっかく見つけたブラックナイロンをもう外して、これにまた貼り替えてみたんですよ。そしたらこれもブラックナイロンで。あ、今はこれなんですね。そう。そう。で、サウンドが結構それ似てて、ダダリオのブラックナイロンに似ている。そうそうそう、うん、でしかも弦死なないんだったらもうこれ最高ってなって。なんでこのたったの2年弱の間にですね、はい、弦が2点3点、2点3点してラベラの。ラベラってですね、うんうん、このラベラに落ち着いている、落ち着いているという感じですね。ははこれはすごい情報です、うん、そう、これ皆さんもぜひちょっと試してみてください。あ、そう、ちなみにその、ね、先ほどちょっとお話ししましたけど、ヤマゲンの4月7日に発売されたニューアルバム東京マンチューの中のガットギターは、まさにこの弦を張ったこの楽器で弾いております。これはぜひ皆さん、はい、CD を買ってチェックしてもらいたいと思います。そうそうそう、ね、以前の作品のやっぱサウンドとちょっと違って聞こえると思うんで、うん、まあ弦が変わっちゃったから、うわ楽しみそれ、うん、なんかねこの上の方行ってもなんかね柔らかいまんま上がってるし、サバレスにしてもこのガッドキーにしてもみんな人の紹介だったっていう。あ、でもそうやって人が紹介してくれて、ね、いいものって出会っていきますから、ね、そう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 、だからいいと思います、それは、うん、なんで本当皆さんありがとうございました、はい、この場をお借りして。逆に佐賀さんだからこういうのどうとかってみんなこうあいつ喜ぶんじゃねえかっつって、ね、うん、喜んでほしいっていうか使ってほしいみたいに来ると思いますよ。そう、あ、そうかな、なんかね、はい、本当に皆さんのおかげで、ちょっと先ほども、うん、お話した通りアコースティックギターの環境が、激変いたしました。激変してしまいましたこのコロナ禍の中で、ね、いやそうそうそう、普段こうギター弾かれる方、まあ、僕みたいに頑固に同じ、なんていうんですか、ツール同じ弦、でやったり、ね、こだわりを持ってやってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、意外と知らない間にいろんなところが進歩しており、進歩してて、もしかしたら自分にぴったりのものが見つけられるかもしれないので、そうですね、うん、トライしてみてください皆さん、本当本当ぜひぜひ、はい、ちょっと高い弦もありますけど、はいはい、そこはちょっと、ね、頑張ってみてください、はいはい、では今日はどうもありがとうございました。お邪魔いたしました皆さん。